お盆休みの U ターンラッシュが始まっています。東北新幹線の上りは午後になって混み合ってきています。午前9時ごろの仙台駅です。時間を追うごとに大きな荷物を抱えた家族連れの姿が目立つようになりました。花火見に行ったり、あとおじいちゃんおばあちゃんに会いに行ったりしました。コロナの影響でしばらく会えてなくって、3年ぶりとか。 JR 東日本によりますと、お盆休み期間中の東北新幹線上りの指定席は今日が最も予約が多くなっています。午後のはやぶさは一部でほぼ満席になっているということです。